いた、藤岡。あっ、聞いたよ、オーランの特待生試験受けるんだって。うん、そっか、藤岡の成績ならありだよな。でもてっきり東高行くんだと思ってたからさ。東高も一緒に受けるよ、オーラン受かるか分かんないし。いや、でも応援しなきゃだよな、同じ高校行けたらって思ってたけど。え、なら早く行ってくれればよかったのに。え、それってオーランの特待生枠って一人じゃなかったと思うよ。そっちか。もし定員が1名でも人に気を使って行きたい高校諦めちゃダメだよ。どっちかしか受からなくても恨みっこなしが受験でしょ。お互い頑張らなきゃ。そうだ、先生に確認してもらおうよ。藤岡。あの、付き合ってほしいんだけど。うん、私も願書の締め切り確認したいし、一緒に職員室行こう。